はい、こんにちは。そしてこんばんは。白坂和也デイウォッチの白坂和也です。ここに来て桜を見る会疑惑が突如再燃しています。これは桜の会の前夜祭をめぐり、安倍晋三氏の公設第一秘書が代表を務める安倍晋三後援会が費用の不足分916万円を負担していたことが今回判明したわけです。これは紛れもない犯罪です。前夜祭の会費5000円の差額を負担したのであれば、それは有権者への寄付とみなされ公職選挙法違反となります。またこのような金の流れは収支報告書にも記載する必要があり、今回は記載していないので政治資金規正法にも抵触することになります。これが並の政治家であれば速攻で逮捕起訴されますが、安倍晋三氏は前の首相でもあります。腐っても逮捕というわけで、これまで子供騙しのわざとらしい嘘を国会で繰り返し逮捕から逃げ回ってきたわけです。しかしここに来て安倍氏の周辺が費用の補填を認め、この5年間の具体的な金額まで判明しました。もはや安倍晋三氏は絶体絶命のように思われますが、果たして安倍晋三逮捕はあり得るのか。今回は安倍晋三逮捕の可能性について考えてみたいと思います。それでは参りましょう。この疑惑については11月23日の読売新聞の記事が発端です。それがこの安倍前首相秘書ら聴取と題された記事となります。もともとこの疑惑については弁護士グループが政治資金規正法の容疑で安倍晋三氏を刑事告発しており、この告発状を受け東京地検特捜部が安倍氏の公設第一秘書を任意で事情聴取していたことを読売の記事が報じているわけです。そしてこの後に他の新聞各紙が後追い記事を次々と報道、また政権寄りとされる読売が火付け役になったことも注目されています。しかしこの記事は読売新聞の調査報道によるスクープではないと僕は考えています。むしろこれは検察から読売新聞へ情報のリークがあったものと推察しています。このことに関して注目すべきは安倍氏周辺といった言葉です。これは日本のメディアでよく使われるんですが、今回もどの新聞を読んでも必ず費用の一部を安倍氏側が補填していたことが安倍氏周辺の取材から分かったといった言い回しをしてるんですね。この安倍氏周辺とは一体誰だと思いますか？特に11月25日の毎日新聞の記事ではこの安倍氏周辺が疑惑についてやたらと詳しくベラ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 と喋っているわけです。安倍氏周辺は24日ホテルに支払った費用総額の一部を労使側が補填していたことを明らかにした。安倍氏には伝えておらず今月23日に補填の事実を報告したという。安倍氏は首相在任中に国会などで前夜祭について安倍晋三後援会の収入支出は一切ないなどと事実と異なる答弁をしていた。周辺によると安倍氏は前夜祭の問題発覚後の昨年11月か12月頃、安倍事務所の秘書に前夜祭の経緯について会費の参加1人当たり5000円以外を事務所は支出していないかと電話で確認した。秘書は会費以外の支出はないと回答した。秘書は前夜祭の費用総額は会費だけでは足りず、一部を安倍氏側で補填していた事実を把握していたが、政治資金収支報告書に記載していなかったため帳尻を合わせるためにそう答えたという。その後今井隆也首相秘書官当時からも間違いないかとの確認の電話があったが、秘書は同様の説明をした。補填は第二次安倍政権発足直後の2013年から毎年行われていたという。さてここで紹介したいのは元朝日新聞の記者で現在はフリージャーナリストをされている宇賀谷博道さんによるフェイクニュースの見分け方です。この本の第3章発信者が不明の情報は捨てよの中に
関係者はオールマイティの見出しがあるんですね。この中ではかつて東京都知事を務めた松添陽一氏の政治資金流用疑惑を伝える週刊誌の記事について触れています。つまり松添氏はホテルで会議を開いた時の費用を計上していましたが、実際は会議など全く開かれていなかったことがホテル関係者の証言から分かったというんです。こういった記事を読めばホテル関係者とはホテルの従業員だと思い込んでしまいます。しかし宇賀谷さんはホテル関係者がホテルの従業員である保証は全くないと言っています。むしろ週刊誌の裏側を知っていればホテルの従業員ではないことはすぐにわかると言うんです。そうした場合、証言者が誰かを隠すために情報提供者の身元から関心をそらせるためわざとホテル関係者という表現にすることは現実にある。その時ホテルにいれば誰でもホテル関係者という表現にできる。つまるところ誰がそう言っているのかわからない話なのである。このことは今回の疑惑に登場する安倍氏周辺という言葉にそっくりそのまま当てはまります。我々は安倍氏周辺とは公設秘書や私設秘書の中の誰か、または安倍氏と親しい政治家、もしくは後援会幹部の一人といったように勝手に想像します。しかし疑惑の大きさに比べるとどのメディアも似たような報道ばかりだし、その内容は妙に具体的です。よって情報の出所は安倍氏周辺で捜査を担当していた検察、つまり東京地検特捜部のリークであることが容易に想像できるわけです。ここで考えてほしいのは、なぜこういった情報が今頃のタイミングで出てきたのか、そして嘘をついているのはバレバレなのになぜ安倍晋三氏は桜を見る会疑惑で捕まらなかったのか。それは結局検察も少なからず政治に影響されるからです。確かに検察は独立して捜査を行い、起訴や不起訴を決定する権限を持っています。理屈の上ではたとえ首相であっても逮捕し起訴することは可能です。しかしそれはあくまで建前であって、現実には大物政治家を起訴するような場合は首相にお伺いを立てたりするわけです。過去にはロッキード事件において首相を務めた田中角栄が東京地検特捜部に逮捕され起訴されました。ただこれも正確には1974年に金脈問題で田中角栄が首相を辞職し、ロッキード事件で逮捕されたのは2年後の1976年。田中角栄は前首相という立場だったわけです。そしてロッキード事件当時の首相は三木武夫でした。つまり当時の三木首相が前首相である田中角栄の逮捕に際し、検察側にゴーサインを出したことになります。そう考えると今回の疑惑の発端が検察からのリークであることは非常に大きな意味を持ちます。このリークは検察独自の判断でなされたものでしょうか。僕はそう考えてはおりません。おそらく検察は現在の菅首相に許可を取った上で読売新聞に情報をリークしたのではないでしょうか。つまり背後にいるのは菅首相ということになります。当初菅首相は突然辞任した安倍晋三氏のいわばワンポイントリリーフとして首相の座を手にしました。そして任期の切れる来年9月には再び自民党の総裁選が行われますが、菅首相は我々の思惑とは裏腹に実は長期政権を虎視眈々と狙っていると思われます。しかしここ最近の安倍晋三氏は奇妙なことに元気を取り戻し、世間では首相の再々登板すらささやかれ始めています。しかも安倍氏はこれに乗り気のようなんですね。よって菅首相としては
安倍晋三氏に打撃を与え抑え込む必要があります。それが検察から読売への情報のリークの容認となり、今回の桜を見る会疑惑の報道につながったものと考えられます。これは安倍氏同様、長年にわたって官房長官を務めてきた菅首相だからできる芸当です。私は全てを知っているぞ、だから妙な動きはするな、そういった安倍氏への強烈なメッセージが込められています。ただし検察には安倍晋三氏を逮捕させることは全く考えていないようです。安倍氏周辺の発言からも明らかなように、今回の疑惑は安倍氏の公設秘書が内緒で費用を補填し、収支報告書に記載しなかったことの辻褄合わせに嘘をついていたといったストーリーがすでに出来上がっているからです。それはもはや僕が指摘するまでもなく、悪いのは秘書であって安倍さんではないといった空気が充満したストーリーです。そして予定調和的に安倍氏の公設第一秘書が逮捕され、この疑惑の幕引きとなるでしょう。よって安倍晋三は逮捕されません。実はこのストーリーは三方一両損ならぬ三方一両毒のストーリーなのです。検察にしてみれば安倍晋三氏を逮捕できないものの、前首相の公設第一秘書を逮捕するといった大きな手柄になる。安倍晋三氏にしてももはや首相になれないにしても、明らかに犯罪である桜を見る会疑惑での逮捕を逃れ、そしてこの疑惑の幕引きを図ることができる。そして菅首相は長期政権への道筋をつけることができる。まさに三方一両得。このように国民にしてみれば極めて不毛で納得のいかない構図が隠されているわけです。ここでわかるのは、検察にせよ政治家にせよ国民のことなどまるで1ミリも考えていない、眼中にないということです。そして犯罪であるのは明白なのに、当事者が政治家であるという理由で彼らは今後も特権を貪るだろうということ、このようにあまりに絶望的な日本の政治を象徴しているのが今回の桜を見る会疑惑ということになります。私からは以上となります。今日の動画についていいなと思われた方はチャンネル登録、そしていいねボタンをポチッとお願いします。また下のリンクに関連情報も用意しましたので、合わせてご覧になってください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。